皆さん、こんにちは。マーティン。ダーの脈部いキングタクです。保健体育。まあ、体育の歴史を言います。<coughs> 1872年に体術、まあ、体操と名前変わってありますが、1878年に体操伝術小術ができます。1886年に教科、中学校でも。1904年から5年まあ、いろいろ軍事教訓ですね。25年がこれ、教練教授養目で、軍隊でやったそうです。1941年は体操科、体練科となったそうです。1947年、いろいろ変わって体育科と名称が変わります。 1949年には、まあ、保健体育となる中学高校では、はい。1955年が特別教育活動ですね。クラブ活動が始まってね。<laughs> いろいろ。フラフープがこの間に発売したのは1958年。1959年いろいろ体力比較調査開始。1964年東洋の満場。<laughs> 第1回の東京オリンピックが始まったそうです。青少年スポーツテストを実施です。1968年いろいろ変わってますね。まあ。 1989年、一日竹井馬元に入ってます、平成時代。2008年、中1位の時は武道とダンスが必修科目です。現在は東京オリンピックでいろいろ変わってますね。はい。というわけで、体育の歴史でした。バイバイ。